皆さんこんにちは。真っ白の恋、渋谷真っ白役を演じます早見あかりです。今回この作品の脚本を初めて読んだ時にとても温かい作品だなと思いました。それぞれいろいろな葛藤を持ちながらも真っ白の恋を応援する姿、家族の姿にとても心を惹かれました。今回、富山県氷見市が舞台ということで、私まだ行ったことないんですけど、すごく素敵な場所だと聞いています。足を運ぶのが楽しみです。個人的にはサウナに今すごくハマっているので、素晴らしいサウナがあるという話を聞いたので、ちょっと合間だったり延泊しちゃったりして日々をちょっと楽しめたらいいななんて思っております。はい、人生で初めての朗読劇になるので、今までとはまた違った、お芝居の方法、で、皆さんにお伝えしなければいけないと思うので、すごく不安もありながらも、今回この作品を通して、私自身も真っ白のように成長していけたらと思っております。ぜひ劇場にお越しください。お待ちしています。早見あかりでした。